皆さんこんにちは、フクロウです。今日はカウンターアームズ肩アームのリセマラ療法をお伝えしたいと思います。でまずね、石川由依さんとか小倉由依さんが、まあね、声優を務めるキャラクターをねもらえます。でその上でこのゲームね、放置プレイで、まあ、ステージをクリアしていくというコンセプトになっているので、まあね、チュートリアルをクリアします。効率よくクリアするためには、まあ、SSR のねキャラクターが必要ということになります。で、チュートリアルが終わるとメールボックスからこんな感じでね、アイテムを回収することができます。で、これがピースなんですけど、まずね、これを交換所から、まあ、合成するとね、 SSR を1体確定で入手することができます。さらに画面下部のね、募集っていうところからガチャをね、20連回すことができます。で、まあ、SSR 7% の確率で出るので、まあ、20連で大量の SSR が出たアカウントが当たりということになります。じゃあ一体ね、どの SSR がいいのかっていう話になりますけど、このゲームね、 SSR の種類が非常に豊富なので、まあ、スキルのみならず、まあ、見た目とか声優さんでね、選んでもらえばいいかなというふうに思います。とりあえずね、20連で大量に SSR が出たら始めればいいというような形となっています。で、こちらのゲーム概要欄から DL できるので、まあ、興味がある方はね、ぜひプレイしてもらえればいいかなというふうに思います。最後にね、 SSR 垂れ流して終わりにしたいと思います。